皆さんこんにちは、ボンドチャンネル土パフォーマンスです。今回はボンド大阪からカスタマイズした車両を紹介したいと思います。はい、紹介してくれるのはいつもの岡くんです。はい、いつもの岡です。お願いします。そして、はい、紹介する車は、はい、いつもの会長のお車そういう振りはあるんだと言っといてください。何が起きたのかと思った。もう花粉症で目が痛い。これボンドチャンネル続けて見てくださってる方は、はい、もう会長一回も出てないのに、はい、もうおなじみになってますけど、僕らの中では会長で通じる。でツッチーが来たら僕はツッチーと会長の車のツーショットを写真撮って送るで今 LINE でなんで僕の車の横に高倉健が立ってるんですか。ちょっと高倉高倉健ではないです、はいはい、僕の中でもお会いしたことはないんですけど、はい、もうおなじみっていう感じで、はい、おなじみ会長シリーズのいつもお世話になっております、はい、お世話になります、はい、過去の動画見返していただけると、はい、すごい強烈な車ばかりいろいろ出てくる、いろいろ出てきます。ブログの登場回数も多いですから。そうですね、はい、そんな会長のお車がこちら、はい、こちら、ベントレーフライングスパー、はい、W12 実はこれ2回目です登場、はい、まあ、1回目の動画からこう飛ぶとあれってなる、はい、ビフォーアフターで、ビフォーアフターで、はい、とんでもないことになってます。そうです、はい、これがまずマンソリーの、はい、もう外装コンプリートになってるわけなんですね。もうそうですね、全部入れました、はい、マンソリーいろいろこうボリュームも調整できるじゃないですか、はい、軽く、そうですね、激しく、はい、これもう一番もう一番激しいやつもう一番激しいです。もう会長と岡でこうボンネットをどうしようっていう、まあ、最初ボンネットやる予定じゃなかったんですよ。このフロント周り、サイド、はい、リアスポイラーぐらいだったんですけど、どうせだったらってでボンネット、はい、グリル、はい、ミラーカバーとか追加な、はいはい、そこまでの話の流れは、まあ、はい、割とある流れかな、はい、もうどうせだったらせっかくやっちゃおうかと。そうです、はいはい、全出しっていう。そうです塗り分けを、まあ、よくこうカーボンここ残して、ね、はい、ここのセンターも残して、はい、でシルバーにっていうのはよくあります、はい、さりげなく、はいはい、全部もう全出しもうまず、はい、ベントレーがカーボンを全出しする車ではないと思うんです、はい、私僕も今まで覚えてる中ではまあ、ラッピングはいるじゃないですか、たまに、まあ、白の車で黒のラッピングではカーボンっぽいなとかいるんですけど、それ以外はレーシングカーでしか見たことないですコンチ GT の、うん、あれはカーボンむき出しだったんです、はい、フォードはこれでやる仕様じゃないなそうです、はい、だから結構違和感を感じる方もいらっしゃると思うんですけど、ね、はい、会長のキャラクターがこう合体するともう完璧なんです。これ本当にやっちゃおうって、はいはい、もうさりげなくする気ゼロっていう、はい、多分ね、会長と僕の LINE 見返したら多分僕3回ぐらい塗りますって言ってるんですよ一応会長聞かない、全然聞かない、いやもうカーボン丸出せ、丸出し丸出し丸出し、はい、はい、というわけで、はい、全部カーボンが全部カーボン、はい、もうパンチありすぎます。さりげなくとかっていうこともないんだね、はい、ないです、はい、もうやるんだったらまあまあ、あとはマンソリーのこの綺麗なカーボンをやっぱ見せたいっていうのはありますね。確かに確かに、ちょっともったいない感はありますから、ね、はい、見ちゃうんで、はい、まあ、それが贅沢だったりしますけどほんまに贅沢です。今回はボンネットもここも、はいはい、グリルマスクここですね、はいはい、全部変えて、はい、ペイントのカスタムもしてあるんでしょうかね。そうですね、元々前紹介させていただいた時に、はい、ブラックアウト、うん、メッキパーツは全部ラッピングとペイントで、なるほど、ブラックアウトさせてもらって、はい、このなんだろう、このマスコット、はいはい、もうマスとかも全部させてもらってて、だから今回はもうマンソリーをとりあえず全部カーボン丸出しで入れたっていう、はい、この選択ができる人は、はい、なかなか多分もうね、上級者です、はい、上級者で一周回っちゃってる感じ。もうそうなんですよ、だから会長みたいにゴースト、ブラックバッジ買って、レイス買って、現行ゴースト買って、なんか突然売ってまたレイス買って、フラスパ買って前方のフラスパも買ったんですよもうよく分からんくてバグってます、はい、223もう売っちゃいましたしだからこの遊ぶぐらいのこの感覚で、はい、もうこれぐらいドヤっていうのができるということ、はい、そうなんです、はい、もう激しすぎます、うん、やっぱりうちのお客様来られてみても、すげえフラスパでここまでやっちゃうんだってやっぱりね、はい、普通はねちょっとね、はい、なんかちょっとジェントルな車じゃないですか、うんうんうん、もうねレーシングカーです。ちょっとカーボンさりげなく出そうかなとかっていうの多いです、はい、そうです、はい、もう丸出し、まさかの丸出し、だから本国のなんかコンプリートみたいな、はい、あ、もうそんな感じですね、はい、本国やからこそ許されるみたいなのを、まあ、言ったらもともと
ね、後で紹介させていただくんですけど、キャリパーの色とかもそうですし、もうじゃあ日本にいなさそうな仕様でって、だからこれ正直僕ら今見てびっくりするじゃないですか、ここまでやりますかって感じなんですけど、多分アメリカ行ったら普通なんですよね。まあ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 、ヨーロッパ行ったりとか、そうですね、はい、いやもう海外の感覚なんそうそうそう、だからもうヨーロッパ行ってマンソリー本国とか行くと、やっぱりマンソリーってその自社の地震ってカーボンの綺麗な造形じゃないですか、やっぱりそこを丸出ししたいっていうのはね、あの分かるなって思います。分かるんですけど、はい、あの東成のストリートを走るとあの東成エディションです、はい、マンソリー東成エディションとんでもない、はい、造形になっております、はいはい、そして、はい、横行っちゃっていいですか。そうですね、まあはい、あのフロントリップがこうついて、ここがついて、はい、全部ついてると。そうです、はい、でまあ、前回ご紹介させていただいたここであえての1220は、はい、ここはあのマンソリーじゃないですね。そうですね、ここはマンソリーじゃなくて、やっぱりこうあの岡がチューナーエアロにはアメタンでしょうってずっと言ってたら、はい、じゃあ今回はっていうことで、でもあの普通の感覚でいくと、はい、あの一般人土屋の感覚でいくと、はい、カーボンはまあ目が切れたからじゃあ全出ししよう、はい、炭素は、はい、あの黒く塗るっていう、グロスブラック完全にもうだからここはもともとモールとかあのエンブルとかそこに合わせてた、もう完全にグロスブラック。これ素地感を出してとかじゃないじゃないです、じゃないです、もうグロスブラックです、はい、炭素をグロスブラックって結構贅沢だと思う、はい、あの一番贅沢なんですよ、はい、そうなんですよ、オプション金額かからないけど一番贅沢なし、それだって1本3万4万ぐらい出してブラッシュ止めとか、うんうんうん、ね、もうちょっと出してフルポリでってなるんですけど、グロスブラックです。素材の良さがまるで見えるという、はい、もうあのまあまあ言わんと思うけど、はい、キャストって言われても分からんぐらいですけど、まあまあ削り込みとか見るともうね、そうですね、あの1221でキャストなんてないです。スポークもそうだし、このハブ周りはもうキャストじゃ絶対再現できない形状になってるんで、はい、グロスブラックでもやっぱり良さが分かるという、はい、もう贅沢に全部真っ黒に乗ってると。そうです、はい、あんまり12でもグロスで丸塗りってあんまりないです ね、 そうですよね。でも最近あの他のお客様の中ではなんか流行ってきてます。あえてもうペイントしちゃおうっていうパターンが、うんうん、だからグロスブラックだったり、今度マクラーレンだったかな、720にロッティ入れるんですけど、それもペイントですし、はい、あと488ローマかな、それもベタ塗りで、最近逆になんかもうブラッシュドとか、そうそう、素材をつけてるのがちょっと飽きてきちゃった人が、はい、大阪店はいらっしゃるということ で、 そうですね、あとはもう納期が待てないっていうのも多いですね。フィニッシュ複雑になればなるほど、そうそうそうなんですよ、やっぱりポリッシュってなるとすごいね、一本一本手間がかかる、全部手で磨く感じですからね、はい、時間がかかるんですけど、そんなメリットも、はいはい、そしてキャリパーが、はい、キャリパーがこれ、はい、何色っていうんですかね、あのこれ会長があの YouTube でマンソリー本国がコンチ GT のキャリパーをこれ塗ってたんですよ。あ、そうなんだ。そうなんですよ、で、はい、これがいいって言って、はい、で塗って一回会長こんな感じですって写真送ったら、薄くねって、もっと濃いよ最初なんかね、いろいろティファニーっぽい色とかいろいろこうあのまあ話してて、でマンソリーのあの感じにしようって言って塗ったら、薄くねってなって、もっと濃いよって言ってもう一回塗りましたティファニーブルーよりかだいぶ濃い、だいぶ濃いですね、ターコイズブルーに、ターコイズブルーにちょっと近いぐらいの、はい、そうです。でこの色塗ってマンソリーのロゴを入れて、なるほど、はい、それマンソリーのコンプリートはなんかそれ色がつながってたりするの？ね、なんか内装がその色だったんですよ。そう、はい、やっぱりマンソリー中張り替えちゃうんで、うん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 、内装がこの色で、うん、ボディが結構渋めな色だったんですよ、濃いめの。そうだからちょっとワンポイントでっていう、うんうんうん、はい、で今回は完全に差し色と。そうですね、もうシルバーとこのカーボンむき出しの中にちょっとこの色ってどっか、はい、だからつながって、はい、ってるのが定番、はい、コンプリートカーとか、うん、だかこれを単色で持ってくるっていうのが、う、会長に定番通じませんそうだからそうもうこれがいいんだからこれいいんだよっていう、はい、そうなんですよ、はい、これが、はい、失礼しましたって、はい、ちょっと謝ってそ、はい、それしか言えないですよ僕は、はい、そうなんですよ、だからここはその本国のちょっとお手本に入れさせてもらって、はい、で本当に普通はこうですよねとか、はい、そういうのが通用しないもん、普通はって何かもうそこはやっぱりすごいしか言えません、はいはい、そうなんですよ、これも入れました、はい、入れさせていただいて、でこれが一番時間かかったもうね、すごい失礼な話、はい、マンソリー作るの忘れとったんじゃないかぐらい待ちました、はい、ミラカバ、
多分だけどあの、はい、メインのパーツがやっぱりメインの生産なのかな。あ、そうですね、うん、で意外と頼む人少ないんかなとも思うんですけど、でも結構ねミラーカバーって僕好きなんですよ。このでここもプレスが言ったら入る、うん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 、でこの横にそうねマンスリーで入る、ね、ちょっとしたパーツに思えるけど変えるとね変えた感すごいよね。結構あの最初つけてミラーカバーだけ来てなかったんですよね。シルバーだとやっぱり なんかバランス悪くないってなで会長と一回塗るって言ったんですけど、いやもう待ちましょうってもう来るんちゃいますって言ってまあまあ待ちました。なるほど、はあ、まあ、最近いろんなその情勢のまあそうですね、はい、その辺もありコロナでマンソリーのねやっぱり工場のちょっと稼働率がとかもあります、ね、原材料がとかそうです、ね、輸送がとかあります、ね、はい、であのミラーカバーって結構右ハンドル左ハンドル形違うんですよね。あ、違います、はい、だから注文される方とかは、はい、そうですね、この日本って右ハンドルが多いんですけど右ハンドルの場合は日本のミラーカバーを向こうに送るっていうのが結構定番みたいな感じですね。なんでその辺ちょっと注意が必要かなと、はい、かなりやっぱり出してるんで。そうですね、やっぱりあのすごいところでバランスが取れてるなっていう。そうです、もう高次元の高次元のこうカーボンという、はい、で、はい、ここからこうサイドスカート、なるほど、はい、もちろんマンソリーで、はい、あの最近マンソリーの定番が前後ろこう出す感じです、ちょっと出す、はい、これは後ろだけなんですね。そうですね、でもなんかあのこれサイドスカート言ったら223とかゴーストとかは、うん、あれ純正サイドスカートにつけてるだけです、うん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 、でもあのフラスパはこれ変わってるんですよね、サイドが。そっかそっかそっか、そうそうそう、ここから変わってんだよね。そうなんですよ、だからここにダクトが入ってこれカーボンも塗り分けで残してるんで、はい、これはあれだよね、出せないんだよね、目があるのがここだけなんだよね。あ、そう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 、だから塗りつぶしちゃうかこんな感じでちょっとチラ見せするかっていう。でも多分会長だったら、はい、ここはあのちゃんと目があったら、はい、全部出したんだろうなっていう。そう、でもねサイドスカートって難しいんですよね、ここが全部カーボンすると夜見た時バランスすごい悪い、車高高く見えちゃう、ね、そう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 なんですよ、なんかこうこんな感じ、こんな感じね、こんな感じになっちゃうんで。わかりますよ、はい、そしてあとはもう前回同様黒く、そうです、はい、こうもう黒く、はい、あのメッキパーツは全部黒でこのファーストエディションのバッチだけは残ってます、はい、あのさらっと紹介してるけど、はい、ファーストエディションをここまでやっちゃってるっていう。そう、はい、これあのファーストエディションってだけで600万ぐらいのオプションなんですよね。なんかファーストエディションになると全部つくんですよね、はい、なんかいろいろいっぱい、うん、はい、だからローディングメーターとか一番最初のデビューの時のやっぱり豪華な車ってことだ、ね、はい、だからもう一応全部フルオプションぐらいついてる、高いし台数も少ないでしょ、だって少ないですがもうこうなってるとこうなってます、はい、そして後ろも後ろもちょっとコンケーブが、そうですね、後ろの方がちょっとやっぱフロントはね、あのフラスパコンチ今のパナメーラとかやっぱコンケーブは取れないですね、オフセットがだいぶ浅いんですよ。あ、なるほど、もともとのオフセットが浅い、あの50とか60台なんですよ。あ、そうなんだ。そう、オフセットがでキャリパーマンのでっけえテンポットみたいなのついてるんで、いやちょっとコンケーブっていうのは難しいんですけど、でもリアは結構そう、リアの方はね、あの、まあ、ジェス太いんでちょっとはい、ついてる感じ、そこでちょっとコンケーブはつけれてる感じで、はいはい、そして後ろもこっから下だっけ、はい、ね、こっから下っす、これ、はい、ここから、うん、が前交換の、そうです、ここから下なんで、はい、このここもカーボンちょっと残して、はい、で、マフラーカッターはこれあのあれです、あ、これ色入れてあるの、そう、塗り分け、そうなんだ、なんか前見たのと違うなと思ったら、そうなんですよ、だからマンソリーって彫ってあるんですけど、うんうんうん、そこに色を落としてもらったんですよ、へ、はい、目立つように、そうそうそう、だからこれを色をこれあえてあのシルバーで入れてるんで、あ、はい、なるほど、シルバーでここをシャーッと入れてもらって最後にクリア拭いて、へ、手間がかかってます、なるほど、はい、あの最初1回出来上がった時に会長があのキャリパーの色が全然思ってたんと違うけどここは200点って言ってたこれは200点満点やっ て、 そうなんだ、お気に入りのポイントってことで、そうです、なるほど、キャリパーはその後塗りました、そしてトランクのスポイラーも、はい、これもマンスリーで、はい、ここまで来たらついてるわけなんで、そうです、はい、ついてないはずがないですよね、うん、いやこれはね、やっぱある方がいいです、うん、あのこれだけつけてもいい気がする、そうそうなんですよ、うん、この前紹介したそのベンテーガ、うん、じゃないですけど、うん、あのやっぱりこうトランクがストンってなってる、うん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 、やっぱりちょっとこうちょっと、ね、入れたいな、こう下がってるしね、そうですね、でこれ塗っちゃってもいいしね、あ、そうですね、同色でもいいですし、この前しのちゃんもスポイラーだけ入れてる、あ、そうなんだ、はい、やっぱこれは人気ですね、なるほど、はい、おすすめのパーツがついてる、そうです、じゃあ続いて
はい、内装特にカスタマイズしたっていうわけじゃない。中は、はい、カスタマイズしてないんですけど、ファーストエディションなんでちょっと豪華ということで、はい、やっぱりベントレーといえば内装ですから。そうですね、はい、あとは僕が個人的に見たい、はい、中これめっちゃかっこいいね、はい、で、まあ、一応この開けたスカッフプレートのところにあのファーストエディションって入って、あ、なるほど、はい、あとあのツッチーの前に助手席側の前のパネルがユニオンジャックが、はい、ファーストエディションの、これはね、このパネルもね、はい、何種類かあるけど、そうですね、はい、何種類かあって、結構明るめのウッドとか、うんうんうん、あの、まあ、まあカーボンとか、はい、いろいろ。これファーストエディションだと漏れなくこのパネルになるのかな。多分全部これだと思うんですけどね。ファーストエディションでカーボンとかがもしかしたら選べれるかもしれない。でこれダッシュとかこの辺も、はい、あの黒じゃないんですよね、グレーなんですよ。そう、グレーなんですよ。へー、いや、まあ、ボディカラーのシルバーに結構合った色、ね、あ、なるほど、はい、なるほど、なるほど、すごいおしゃれな、めっちゃおしゃれで、これね、やっぱりあのローディングメーターがすごい、あ、なるほど、いらないですけど、うん、本当にじゃあちょっとオンにしちゃいます。オンにしちゃいましょう。こっちこうなって、まあ普通のナビとかその辺なんですけど、こう押すとほら、おしゃれ、おしゃれ、おしゃれ。これ本来オプションなんだよね。これオプションです。90何万ぐらいのオプションです。はい、やば、そう、くるくる回ってるコンパスが、そう、回りながら出てくるんだよね、なんか。そうそうそう、くるりんって、ますます外装のカーボンとのこのそう、なんかすごいジェントルなのに ね、 ね、はい、まあこのメーターの状態で走ってるお客様は見たことないです、はい、いや90何万円払うけど、はい、そう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 、あの状態でお客様乗ってこられたのは見たことないです。で会長も当然もちろんもちろん使わないです、はい、まあ、でもやっぱついてるついてないっていうのはね、なるほど、はい、大きいです。じゃあ最後になりますけども、はい、こんなにふざけて雑な説明を許していただける、はい、会長が本当にもう感謝しかないし、はいはい、もうありがとうございます。だからこのやり取りがなーなーだったら怒られるんで、あ、なるほど、やっぱこういじくり倒さない、はい、で逆にそうなんですよ、逆にだからもう今回のミラーカバーが全然来ないですねって言ってたら、ケンタッキーのパーティーバーレルがまた送られてくるわけですよこれは食べても早くならんよって思いながら、ちょっと前に岡が体調不良で死にかけたんですよね。死にかけて、まあ復活してっていう時に、奇跡の復活なのでって言って、本当はボンド大阪の車の在庫全部買いたいんですけど、今回はホイール頼むだけにしときますって言ってアメとアンマタオーダーいただきました、はい、会期祝いでホイール注文。そうですもうだから今ホイールが2台今待ちの状態。あ、そうなんだ、はい、そうなんですよ。だからフラスパとレイス、はい、もうレイスもなんか、いや前乗ってましたやんってなって、もう買ってきたのがすごい、またね、ちょっと見てほしいんですけど、すごい濃いグリーンなんですよ。黒かと思いきやこれ緑ですよねみたいな。深緑なんだ、はあ、またちょっと変わった色を買ってきて。じゃあもう勢いはとどまるところを知らないんです。そうなんです。ドーン行かないんですかって聞いたら、ゴルフバッグ詰めないだから会長はでっかいセダンかでっかいクーペで、エンジンは12気筒じゃないとダメなんかなそれ縛りで車に乗られてる。もう全部12気筒以外変わんのかなそれで223は一瞬で売ったんかもしれないですけどそしてカスタマイズはもう会長スタイルというか、はい、2パターンあるんですよ。俺の使用者スタイルと、うん、あ、オハさん、じゃあちょっと適当やってくださいっていう岡お任せスタイル、そのパターンもあるんだ、はい、2パターンあるんですけど、どっちともテーマがあって、東成で一番かっこいい車を使って範囲狭くないですかってそういうことなんだ。そうなんです。じゃあ今回は、はい、会長スタイルで、今回は会長スタイルで一番目立ったやつ、はい、そうなんです。あとは僕は、会長がなんか岡君に食べ物を食べさせることがなんか楽しみになってるんじゃないかっていうのがだからこう心配でなりません。そうボンドチャンネル僕が出るたびに僕の成長楽しみですはで、なんか多分あれあんまり太ってねえなってなったら、またあ、なるほど、ケンタッキーが届く
食べ物の支給する。もう車でもうめちゃめちゃもうオーナーさんの凄さが多分分かったと思うんですよ、はい、あの気になる方はぜひ、はい、ブログとかで会長って検索していただければ、ね、大阪店のブログで会長って調べたらの会長のブログ一覧が出てくるんで、はい、数々の車が出てくると思いますので、ぜひ気になる方はそれも、はい、調べてみてください、はい、というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。